日本体育大学ラグビー部は関東大学ラグビー対抗戦 A グループに所属する日本体育大学のラグビーチームである。略称、日体または日体大、愛称ユニコーンズ。試合前に高科生賞をする日本体育大学の選手たち1891年の日本体育会が学校の起源であり、体操練習所、日本体育会体操学校、 日本体育専門学校、日本体育大学と名称が変遷した。体育学部、児童スポーツ教育学部、保健医療学部を要したスポーツ系の総合大学である。総部は古く不詳。しかし、連盟加盟総部年度は1933年としている古豪のチームである。部が創立したのは、明治24年著書、近代日本の体育、スポーツ史の原風景には、 日体大の総武の記録がある。チャンスの像が東京世田谷キャンパス大学正面玄関前に有学生に日体精神を促し見守っている。伝統の雪かきにも毎年ボランティア活動として参加しているチームである。2013年度他に、早稲田大学、中央大学、日本大学、東海大学、帝京大学など数校が参加した。OB は、 卒業後不妊した各学校でラグビー部を作り、または休部していたラグビー部を復活させ、部活動としてのラグビーを普及、活性化させている。さらに、毎年不妊校の部を高校生の全国大会である花園に導く指導者も多く見られる。1963年、関東大学ラグビー対抗戦グループに所属、現在に至る。また、 これまでのラグビー日本代表キャップ数は188である。伝統の走りカテランニングラグビーを掲げ、大学選手権優勝2回、準優勝3回、日本選手権優勝1回、準優勝1回の実績を持ち、かつては総計名三校と共に対抗戦グループ4強の一角を担った。しかし、1九9五年度の対抗戦優勝以来、 低迷が続いている。2009年度以降は6位、7位、7位、6位で推移しており、2013年度は0勝7敗で8位に終わり、入れ替え戦でも立教大学に敗れ初の B グループ降格となった。2014年度は B グループで7勝0敗で優勝して、入れ替え戦では明治学院大学に勝利して1年で A グループに昇格した。女子部は、 日本の大学初で唯一の女子のラグビー部であったが、現在は他大学にも女子ラグビーチームが現存している。1969年度の第7回日本ラグビーフットボール選手権大会で、藤士鉄釜石を29の13で破り初優勝を果たした。下記は東高日本一の試合時におけるフィフティーンである。ありがとうございます。